アイスホッケーは天然または人工合理のスケートリンク上でスケート靴を履いて行う団体スポーツ競技である。陸上で行われるホッケーの形式を表情に持ち込んだものである。2チームが長方形をしたリンクの中でスティックを用いて硬質ゴムでできた扁平な円柱状のパックを打ち合い相手方のゴールに入れることでその得点を競うゲームである。 表情の格闘技とも呼ばれている。漢字を当てて表牛と表記される。2006年トリノオリンピックの試合の模様スケートを用いるため、グラウンド上の同種競技と比べ格段に速い、スピードが出てゲームをスリリングなものにするが、接触等による危険が高いため全身に防具を装着してプレーを行うことが義務付けられている。アイスホッケーが盛んな国として世界では、 カナダ、アメリカ合衆国、ロシア、スウェーデン、フィンランド、チェコ、スロバキア、ベラルーシ、ラトビア、スイスなどを挙げることができる。冬季オリンピックなどでこの競技を統括する国際アイスホッケー連盟の加盟国は2015年現在で74カ国に及ぶ。表情の光景、ヘンドリック・アバーキャンプアイスホッケーの起源については様々な説がある。 16世紀のオランダの絵画には凍結した運河の上で市民がホッケーに似たようなスポーツを行っている光景が描かれている。もっともこれらの絵画で描かれているスポーツはホッケーというよりはむしろゴルフやポロに近いとする説もある。スコットランド発祥のシンティ、アイルランド発祥のハーリング、ネイティブアメリカンのチペア族のプレイしたバゲタウェイなどの スポーツが起源であると考える説もある。これらのスポーツについて、近代的なアイスホッケーとの主な相違点を挙げると、シニーやハーリングにあっては、コーリーが不在、スケート靴を履かない点があり、バゲタウェイにあっては、出場選手の数が多い点などがある。この他にもホッケーの原型にあたる競技として、イングランドのバンディアフィールドホッケー、カナダのシニーやリケット、 米国のアイスポロなどが挙げられる。1763年にフランスからカナダ領土を勝ち取ったイギリス人兵士たちはフィールドホッケーの経験とノバスコシアの原住民が行っていた競技、ラクロスを組み合わせ、凍結した河川、湖、池などでカナダの長い冬の慰みとしたと伝えられる。フィールドホッケーのボールはあまりにも飛びすぎて危険だったため、 ボールを小さめにして飛ばないように工夫をされたという。またサッカーやフィールドホッケーと同じくゴールの代わりとして、標柱を代用したり、また両チームが均等な人数ならば試合が可能とされていた時代もあった。近代的なアイスホッケーの起源のみに限定しても、カナダのモントリオールとする説のほか、キングストン、ウィンザー、ノバスコシアなども、その発祥地として名乗りを上げている。 初期の屋内リンク今を行われるような屋内でのアイスホッケーのルーツは19世紀、カナダでフィールドホッケーを氷上で行った遊びにあるとされている。1877年にはマギル大学の学生であったジェームス・クライトン、ヘンリー・ジョセフ、リチャード・カイ・スミス、W ・カイ・ロバートソン、W ・エル・マリー、フランク・パトリック、レスター・パトリックらが、 乱雑であった試合に意味を持たせるためラグビーなどのルールを参考にして7つのルールを整備し地方紙上で発表した。ルール整備によってゲームが洗練されるとアイスホッケーの人気は高まり1883年にはモントリオールの冬祭りの行事に組み込まれるようになった。この前後からアイスホッケーはカナダ各地で実施されるようになり1887年にはオンタリオ州で アイスホッケーのリーグ戦も開催された。さらに1896年にはアメリカでも公式戦が開催され、1897年にはカナダモントリオールで現在のルールが制定されるなど、アイスホッケーは北米を代表するウィンタースポーツとしての地位を確立した。1888年に時のカナダ総督、スタンレー教はこの冬祭りを見物した折に、 この競技に感銘を受けて、ベストチームに優勝杯を贈ろうと考えたとする説がある。これが今も NHL の優勝チームに授与されるスタンレーカップの起言とされる。なお、スタンレー教の子供が本国のイギリスにアイスホッケーに関する知見を持ち帰って、そこからヨーロッパにこの競技が広がったと言われる。世界初のプロ選手によるリング戦。 ナショナルホッケーリーグは1917年度からカナダで開始され、以来毎年11月から翌年6月にかけて、アメリカ、カナダの各地で氷上の格闘技といわれる激戦の数々を開催してきた。また1997年のシーズン開幕戦は、初めての海外工業として、日本の東京でバンクーバーカナックス VS マイティダックスオブアナハイムの試合が開催された。 オリンピックで初めてアイスホッケー競技が実施されたのは1920年のアントウェルペン大会。当時はまだ冬季オリンピックが実施されておらず、夏季オリンピックで実施された。次の1924年大会から冬季オリンピックが開催されたため、アントワープオリンピックのアイスホッケー競技は夏季オリンピックで実施された唯一の大会である。 第18回長野冬季オリンピックからプロ選手の出場が認められており、現在でも冬季オリンピックの大会中でもメイン競技の一つに挙げられている。試合はホッケーリンクと呼ばれる表面に氷を張った専用の競技場で行われる。リンクには中央の赤いセンターラインとそれを挟んだ2本の青いブルーラインという3本の太い線があり、他にゴールラインという赤の細い線もある。 ブルーラインを境界として、敵ゴール側をアタッキングゾーン、味方ゴール側をディフェンディングゾーン、中間をニュートラルゾーンという。フェースオフスポットは、リンク中央の他に、オフサイドライン手前、アタッキングゾーン、ディフェンディングゾーンで、それぞれ左右に設けられ、全部で9カ所ある。オフサイド、アイシングザパック、センターラインパスの判定は、この線を基準に行われる。なお、 専用リンクの外周は、ボードと言われるフェンス状の囲いで覆われており、このボードをパックが超えない限りアウトオブバウンズとは、ならないので、プレーをいたずらに中断させることがなく、またボードの反発を利用したパスを行うことも、可能である。アイスホッケーにおいては、ゴールの裏側においてもプレー可能であり、他の競技にはない、大きな特徴となっている。攻防の要衝となる非常に重要なエリアである。 表情に一度に出ることができる選手は各チーム6名までと決められている。その際、選手はスケート靴を着用する。また、危険を伴う競技のため防具が正しく装着されていなければ出場できない。1チームは通常、表情及びベンチ入りの選手を合わせ、2人のゴールキーパーを含めた18名から23名程度のロスター選手で構成される場合が多い。 控え選手コーチ、監督はリンクサイドのボックスに入る。運動量が多く疲労が溜まりやすいので攻撃陣、守備陣はあらかじめセットユニットラインと呼ばれる組を編成する。競技の特性から長い時間プレーを連続することが難しいため40秒から50秒程度で組を追事、交代しながら試合を行う。審判は基本的にレフェリー2名。 ラインズマン2名の4審で行いこの他に、リンク外のゴール真後ろにあるボックスにゴールジャッジが1人ずつ、配置され6人でされる。レフェリーとラインズマンは、黒と白の縦縞のセーターと黒のヘルメットを着用する。レフェリーのみ袖でに、オレンジの腕章を着用する。基本的にペナルティを取るのは、レフェリーの権限である。ベンチの反対側には、反則選手を収容する。 ペナルティボックスがあり、ペナルティベンチアテンダントが入り口の開閉や反則時間の管理を行う。その中間にはオフィシャルボックスがあり、タイムキーパースコアラーアナウンサーが任につく。オフィシャルボックスとゴールジャッジボックスは通常透明なアクリル板などの壁と屋根で密閉されている。これは主に防寒のためである。選手交代はいつ何人でも何回でも構わない。 その際に審判に知らせる必要はない。プレー中の選手交代は通常、相手チームに攻め込まれている時に行うことはなく、パックを確保しているチームが選手交代を行うか否かを実質的に決めることになる。選手交代のプロセスは、パックを確保したチーム側の選手が自陣ゴールキーパーの後ろに陣取りパックを守っている間に、パックを確保した側から選手交代を始め、 その選手交代が始まったことを見て、相手側も選手交代を始めるのが普通である。なお、選手交代といえどもプレー継続中であるので、油断していたり、選手交代に手間取っていたりすると、相手側が攻撃してくる可能性があり、互いに相手の動きを監視しながら素早く選手交代を終わらせることとなる。時計が止まっていれば、この制約はなく、 選手交代を審判に知らせることで交代完了まで待ってもらえる。ただしビジターチームはホームチームよりも先に交代を終えなければならない。反則を犯した選手やチームには反則の重さに順じて以下のペナルティが適用される。複数の反則が同時に起きた場合、一人の選手に複数のペナルティを課したり、両チームにペナルティを課すこともある。レフェリーは 反則を犯した選手を退場させペナルティボックスに収容する。退場時間は以下の通り。ミスコンダクトペナルティやゲームミスコンダクトペナルティ、マッチペナルティの場合同時にマイナーペナルティやメジャーペナルティを課せられることが多い。その場合には別の選手が代わりにペナルティボックスに入る。ペナルティボックスに入るのは反則を犯した当人だが、 ベンチペナルティと呼ばれるチーム全体に課される反則の場合はゴールキーパー以外の誰が入っても良い。また、ゴールキーパーの反則の場合も別の選手が代わりにペナルティボックスに入る。ただし、ゲームミスコンダクトペナルティ以上の反則の場合はゴールキーパーは退場する。替えのゴールキーパーがいない場合、任意の選手が防具を着替えてゴールキーパーを務める。 マイナーペナルティに限り以下のルールがある。またペナルティが複数課せられた場合でもリンク上でプレイできる選手が3人以下になることはない。もし同一チームが3人以上の退場者を出した場合は最初に起きたペナルティから順番に消化し最初の1名のペナルティが終わった時点で未消化のペナルティが適用開始となる。そのためペナルティの状況によっては マイナーペナルティでもペナルティベンチに2分以上入っていることになる。他にゴール近くで、もしくはシュートモーション中の選手に対して GK が反則により攻撃を妨害した場合、ペナルティショットになることがある。PS は攻撃側は任意の1選手、守備側 GK を残して全員がベンチに引き上げる。センターフェイスオフスポットにパックを置き審判のホイッスルにより、 攻撃側の選手がゴールにパックを運びシュートを行う。打てるのは1回だけで、GK が弾いたパックを打ち直すことは不可。また、シュートを打たないままゴールラインを割った時も、失敗となる。ゴールを成功した場合は1点が追加される。試合途中の場合成比に関係なく、センターフェースオフスポットでのフェースオフとなる。ペナルティには、多くの種類がありそれぞれに対応した。 審判のジェスチャーがある。ペナルティの種類ごとに適用される退場時間が設定されているが故意であると判断された場合や相手を負傷させた場合は1ランク上の退場時間が適用される。アイスホッケーでは定番の風景止めに入っている審判はラインズマンパワープレイ反則によるペナルティーボックスでどちらか一方の人数が少ない場合。 人数の多いチームの攻撃を一般にパワープレイと言い,い、大きな得点チャンスとなる。特に相手が二人、少ない場合を通面アドバンテージと呼び、最大の得点チャンスとなる。またこの時、人数の少ない方のチームの状態をペナルティキリングと言い,い、通常は守備に徹することとなる。以前は、ショートハンドと称したが、単腕称を連想させる等の理由でそう呼ばれなく、なった。 反則により、選手が退場し選手の少ないチームにはアイシングが適用されない。このため、ペナルティを受け不りな状況にあるチームは、防御と時間稼ぎを兼ねて、パックを敵側に大きく打ち出す作戦が頻繁に用いられる。一方、相手と同じ人数なら、双方ともアイシングは適用され、退場選手がいてもリンク上の選手が多い側のチームにはアイシングを適用する。 パワープレイの間に得点することをパワープレイゴールと呼び、パワープレイゴールが多いと勝ちにつながりやすい。またペナルティキリングの状態であっても攻撃することは可能で、相手のミスなどからカウンター攻撃で得点することが稀にある。以前はショートハンドゴールと呼んだが最近では前述の理由からキルプレイゴールなどと呼ばれる。 ピリオド終了時ペナルティによる退場の時間が残ったままピリオドが終了した選手はインターバルの間はベンチに戻れるが次のピリオド開始時にはペナルティボックスに戻り出場までの残り時間はそのまま持ち越す6人の選手のポジションの構成は攻撃陣に左右2人のフォワードと守備陣にディフェンス2人攻撃と守備の両方を行うセンター1名と 重装備に身を固めたゴールキーパー一人という配置が一般的であり、チームが反則を犯すと人数が減り攻撃の可能性が低くなるため、フォワードのポジションを1名ずつ書いて、守備重視にしていく布陣を取る場合が多い。ただし、ゴールキーパーをベンチに下げて、代わりに攻撃用の選手を投入するエンプティもルール上を認められており、ゲーム終盤に得点で負けているチームが、 追撃の可能性を高めるために行うことが多い。ゴールにシュートゴールは常に一点。基本的にスティックを使ってパックをゴールに入れることが必要とされるが、自殺点はこれ以外でも認められることもある。パックを直接ゴールに入れるのでなければ、手を使って空中にあるパックを叩き落とすことや、スケート靴でパックを蹴ることも認められている。試合は、正式には、 ピリオドと呼ばれる20分の単位を計3回行う。各ピリオドの間には休憩時間として15分のインターミッションがある。インターバルの間にはプレーで荒れたリンクの表面を整備するための正合理車用、通称ザンボニーが登場することがある。各ピリオドは両チームのセンター同士が向き合い、ビジターチーム、ホームチームの順にスティックを表面につけた後、 審判が落下させるパックをスティックで弾き合うフェースオフによって開始される。またフェースオフは、得点、反則などがあった場合は特定のフェースオフスポットで行われるが、稀にフェンスを飛び越えて、パックがリンクから出た場合は、フェースオフスポット以外で行われる場合もある。さらにゴールキーパーがパックを抑え込んだり、選手の防具にパックが挟まったりした場合も、フェースオフを行う。 第3ピリオドが終了して同点の場合は延長戦に突入する。第3ピリオド終了時で同点の場合に延長戦に入る。延長戦はオーバータイムやエクストラピリオドとも呼ばれる。第3ピリオドとオーバータイムの間にインターミッションはなくリンクの整備も行わない。延長戦は基本的に5分間先に得点を入れた方が勝ちとなる。 サドンデス方式を採用する。アジアリーグのレギュラーリーグでは、オーバータイムではゴールキーパーを除き3人、第3人の状態で行う。5分間を終えて、両、チームとも無得点の場合、規定により引き分け、再延長、ゲームウィニングショットのいずれかが適用される。NHL のプレイオフや、アジアリーグのプレイオフでは、再延長として15分のインターミッション後に20分の、 延長ピリオドが行われる。どちらかのチームが得点を入れるまでこれが繰り返される。そのため最初の20分間で決着がつかない場合、第2延長ピリオド、第3延長ピリオドと続くことになる。延長戦で決着がつかない場合は、ゲームウィニングショットを行い、勝利チームを決める。NHL では、シュートアウトとも呼ぶ。GWS は、ペナルティーショットとほぼ同じ要領で、 両チーム3回のチャンスが与えられる。3回のチャンスでゴールが決まった数が多い方に得点が1与えられ、勝利となる。そのため GWS が行われた試合は、GWS での点差に関わらず必ず1点差ゲームになる。ゲームウィニングショットの参加選手、そして順番は各チームの申告で行われる。 3回のチャンスで同じゴール数の場合は1名ずつのサドンデス方式となる。この場合はゴールキーパーを除き最初の3回に出場した選手は一度だけ再出場できる。試合中にボールが破壊された場合や負傷者が出た場合は危険防止のため直ちに試合を停止する。二次的な危険を防ぐためボールの破片などをすべて回収するまで再開はしない。プレイ中に スティックが折れた場合は、手元に残った、ささくれだった柄の部分を直ちに手放さなくてはならない。危険を回避するためであり、従わない場合は、ペナルティーとなる。なお、その際、新たなスティックを、ベンチから手渡される形で使用することが可能である。キャプテンは、ユニフォームの左胸に C のマークを装着する。また、キャプテン代行は A のマークを装着する。 審判の判定に対するクレームは原則としてキャプテンのみに与えられた権利とされるが、キャプテンが表情にいない場合には、キャプテン代行がこの権利を代行して行う。NHL においては、ローテーション制のキャプテン、アルタネートキャプテン3人も認められている。得点、反則などが無効になる場合、審判は野球の政府のような動作を行う。これは、ワッシュアウトという、 政府特地に出す場合もある。相手に体当たりして弾き飛ばすことをチェックという。基本的にパックを保持している選手に対してのみ行うことが許され保持していない選手に行うとペナルティになる。肩、上腕および電部で当たることになっている。肘から下や足を使うことは認められない。ボードにあまり近い場所で行うとペナルティを取られやすい。他の競技で ホームチームが有利な点は地元の声援など間接的な部分のみであるがアイスホッケーではセット出しやフェースオフの構えなどルールとしてホームチームが有利になっているこれは他の競技には見られない独特なものであるルールにはメジャーなものとしていわゆる国際ルールと NHL ルールの2つが存在しており細部に様々な相違点が認められる 北米でのホッケーの試合では一定の条件付きで暴力行為が容認されている。乱闘が制度化されているのが他のスポーツにない特徴で偶発的に発生するのではなく、モチベーションを上げるために戦略的に起こすこともある。このため、エンフォーサーと呼ばれる乱闘専門の選手をチームに雇い入れていることもある。あるの審判アイスホッケーを行うためには、 様々な用具が必要となる。なおアイスホッケー用のスケート靴、防具類はアイスクロスでも使用される。スティックはブレード湾曲の向きによって右利き用と左利き用がある。GK 用のスティックはブレード部分の高さが高いなど形状がかなり異なっている。パックボールに相当するパックは硬質ゴム製で薄い円柱型をしている。 直径 7.62cm、高さ 2.54cm、重さ156から 170g。試合の際にはあらかじめ冷却し、試合中も表情に置かれるため非常に硬くなり、生身に当たると骨折等の危険がある。NHL の試合では2002年3月16日、オハイオ州、コロンバスで行われた、コロンバスブルージャケッツ対カルガリーフレームス戦において、 エスペン・クヌート戦が放ったシュートがアウト・オブ・バウンズになり、バックが観客席に飛び込んで観客の少女を直撃、頭蓋骨骨折で死亡するという事故も起きている。靴はラフなプレーから足や足首を守るように頑丈にできている。スピードより耐久性や小回りの機きの方が重要なため短く厚い刃が装着される。GK 用の靴は常に装着する防具があるためあまり、 目に見えないが、プレイヤー用とは異なる。他のスケート靴に比べ怪我をしにくいようにできているが、その分どうしても重くなる。しかし危険を減らすという性質が最も強く初心者でも、悪い癖は比較的つきにくいので、スケートの練習には適している。アイスホッケー用以外の靴を競技に用いるのは、危険なため禁止されている。摩耗したり錆びたりした葉は、 プレーに不利な上に危険なので、定期的に研ぐ必要がある。サビの防止法は歯を乾燥させることが基本。研ぎ方を間違うと、悪い癖のある靴になる。稀に新品などでも悪い研ぎ方をしていることがあるので、靴を変えた時はいきなり試合などに使わず、まず試しに滑走してみてから使うべきである。競技には、危険が伴うが、 かつてのプロリーグなどではヘルメットを着用せずプレーする選手が多く前歯を欠損した選手の写真なども残っている現在ではルールで防具の着用が義務付けられている防具のうちヘルメットには目を保護するためにバイザーがついているものもあり高校生以下の試合では顔の前面全面すべてに保護をつけることが義務付けられている他に肩周りや腰周りや肘のパッド喉 首を守るネックガード、すねを守るシンガードなどがある。また、靴も足と足首における防具の役割を担っている。団体によっては、歯の噛み締めによる、口内損傷と脳への衝撃を防ぐための、マウスガードの着用を義務づけることもある。GK は顔面を保護する機能のあるヘルメットをかぶり、手の甲や足に特殊なパッドを装着し、 スティックを持たない方の手にはパックをキャッチするためのグローブをはめる。基本的に防具も靴も GK 用の方が頑丈に作られているが、背中を見せることのない GK の性質上、後部はプレイヤー用の方が強固に作られている。1921年女子アイスホッケーチームアイスホッケーはスポーツ競技の中でも女性の間に最も急速に普及した。 競技の一つともと言われている。男子ホッケーに見られるような体系的なリーグ組織の編成までには至らないものの最高レベルの1999年に創立された NWHL やオリンピックチームからレクリエーション目的のチーム等が見られる。女子と男子の競技における相違点としては前者ではボディーチェックが認められていないことがある。これについては 1990年の女子世界選手権以後、各国の参加選手の体格差に配慮して、これを禁止する措置が取られたと言われているが、フィジカル、コンタクトというアイスホッケーの醍醐味を失わせるものと批判する意見もある。ところで、女子選手ではマノン・レイウムが NHL のプレシーズンマッチでタンパベイライトニングのゴールを守ったという記録が残されている。また、 2003年にはヘイリー・ウィッケン・ファイザーがフィンランドのスオミ・サルゼリーグにおいてカークコンビー・サラマートと契約し男子選手に混じってリーグに参戦したことがある。日本では北海道の苫小牧市、釧路市で特にアイスホッケーが盛んであり日本のアイスホッケー選手の大多数が漁師の出身となっている。その他北海道帯広市、札幌市、 青森県八戸市、栃木県日光市なども盛んな地域である。しかし、2000年頃から長引く不況により、社会人チームの廃部が相次いでいる。本大会出場回数は男子8回、女子3回。女子は長野オリンピックから公式競技日本のアイスホッケーのトップリーグとして、日本アイスホッケーリーグが1966年から2004年まで、 存在していた。2003から2004年シーズンからは、日本リーグとは別に、韓国のチーム、ハルラビニアを加えた5チームで、アジアリーグアイスホッケーを開催した。北米に各国をまたぐ NHL を半に取り、アジア各国の競合チームを集結させた大会を目指しており、2004から2005年シーズンから、アジアリーグに3チームが新規加盟し規模が拡大されたことにより、 日本リーグは休止となった。2009から2010年シーズン現在は日本からは、オージーグルス、日本正クレインズ、HC 日光、アイスバックス、東北フリーブレイズが参戦している。詳しくは、アジアリーグアイスホッケーの項目を参照。2005から2006年シーズンにより、日本アイスホッケーリーグは、北海道と西日本の地方リーグとして復活した。 日本アイスホッケーリーグ北海道には、札幌アイスホッケークラブ、釧路構成者、ただのアイスホッケークラブ、05から06シーズンのみ、ヤヌ、コム06から07シーズンからセトルブレイズの4、チームが加盟した。05から06シーズンは1回層あたり、06から07シーズンは、ホームアウェイへの2回戦層あたりのリーグ戦である。また、 日本アイスホッケーリーグ西日本には、香川アイスフェローズ、兵庫県選抜、福岡県選抜の3チームが加盟。05から06シーズンは2回戦争あたり、06から07シーズンは主催団体の死と不明金疑惑に伴い縮小され1回戦争あたりで、このリーグ戦の優勝チームは、日本のトップディビジョンである、アジアリーグで2006の7年まで、 ダブルフランチャイズながらも関西圏から参加した日光アイスバックスと対戦できた。現在は経費などの都合で行われていない。2015から2016年シーズン現在では全国を6つのディビジョンに分割したリーグ戦とディビジョンの優勝チームで争われる j アイスプレイオフが開催されている。その他各都府県における社会人リーグも存在する。 大学におけるアイスホッケーリーグは各都道府県連盟に加盟する大学チームを地域に編成して行われている。大学日本一を決定する大会は1926年より開始された日本学生氷上競技選手権大会である。この大会以外では各地域ごとにリーグ戦やトーナメント戦が開催されている。しかし、 日本学生表情競技選手権大会でほぼ毎年関東の大学が優勝していることから関東大学アイスホッケーリーグ戦と関東大学アイスホッケー選手権大会は実質的に大学日本一決定戦となっている。日本学生表情競技選手権大会関東大学アイスホッケーリーグ戦関東大学アイスホッケー選手権大会の3大会で優勝すると スポーツ新聞では、大学参観と報道されることが多い。大学男子、アイスホッケーは、黎明期から、早稲田大学と明治大学が中心として動いており、この2教の画像は高く、他の大学は崩せない状況が続いた。この聡明に教体制に対して、1960年代後半から、法政大学が頭角を表し、聡明法の3教へ移行。 1996年から東洋大学が日本学生表情競技選手権大会6連覇を達成すると4協体制となっている。現在は聡明法要に加え中央大学の5教が学を抜いている。これを追って第2グループに頭一つリードして日大、以下慶応、日体大,大、仙台、大東大などの大学が続き派遣を争っている。 2015年度の結果は、優勝中央大学準優勝日本体育大学、第3位、明治大学第4位東洋大学であった。関西の有力校は、同志社大学、立命大、関西大学、関西学院大学、共産大、龍谷大などがあり、中でも関西大学は2005年に同志社大学を21年ぶりに破りリーグ制覇し、 2006年に大学としては日本初の屋内アイスアリーナを高槻キャンパスに建設するなど全国の注目を集めている。長野オリンピックから女子の正式種目として加えられスマイルジャパンで注目されている。女子のアイスホッケーにおいても2013年から第1回日本学生女子アイスホッケー大会が開催され初代優勝校は東京女子体育大学。 準優勝が日本体育大学であった。16校の地区代表校が参戦し、競技人口も増えつつある。2017年度から日本学生表情競技選手権大会女子アイスホッケー大会が初めて実施された。初代優勝校は日本体育大学。準優勝は東京女子体育大学であった。2018年度優勝は日本体育大学。 準優勝は、帯広畜産大学となっている。野球やサッカーに比べ年少者の競技人口が少なく、大学で始めるものも多い。高須勝次は、経験者が少ないスポーツでなら、一番が狙えるのでは、ないかと考え、昭和大学在籍中にアイスホッケー部を新設し、初代首相に就任した。各リーグとは別に、全日本アイスホッケー選手権が開催されている。 この大会はオープン大会でアジアリーグに参戦する4チームの他に大学チームやクラブチーム、高校チームがトーナメント形式で参加し優勝を競う大会である。日本では全国大会として以下の大会が行われている。この他に各地方、都道府県大会が行われている。女子チームとしては道路建設、ペリグリン、西部プリンセスラビッツ、 クシロベアーズ、バックスレディース、ガンバックス、神戸などが名門として知られている。大学女子チームとしては2015年から2018年まで日本体育大学が毎年1位4連勝を飾っている。北米ではメジャーなスポーツであるためアイスホッケーを題材とした映画が多く作られている。日本国内でソフトが入手可能な主な作品を紹介する。 表情の格闘技は本当だった。アイスホッケー衝撃の事実。スポーツストーリー NHK ハットザンボニーとは、成功理社販売シェア世界一であるメーカーザンボニー、社から、製氷者自体を一般名詞化したものである。サッカーで UPK 戦。折れたスティックを交換のために、ベンチに渡すことは可能一発勝負の試合などでは、ホームアイスアドバンテージを適用しない場合もある。 アイスホッケーではなぜ殴り合いが許されるのか驚きのファイティングルールについて、ビクトリー2020年3月8日閲覧。なお、アイスホッケー靴によるスピード競技も存在すると言われる。日本の男子アイスホッケー、存亡の危機、企業スポンサーは人気のカーリングばかりに引くビジネスジャーナル空手、アイスホッケー、山の診療所。 毎日が新たな体験の日々だった。高塚次記念財団、ありがとうございます。